皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。虎親分のトゥルースソーシャルでの書き込みの中からご紹介したいと思います。今回は3つの動画に関してご紹介します。1つは昨日予告しました虎さんのメッセージです。あとの2つは6月6日に関する動画です。いずれも概要欄に貼っておきたいと思います。まずは虎さんのメッセージです。 私たちの国は世界の調査書とになりました。実際、それが私たちがやっていることのすべてです。そして、私たちの多くの敵、世界中で私たちを笑っている敵にとっては良いことでしかありません。彼らは私たちの終焉と破壊を見事に企てているので、これほど幸せなことはありません。私たちはアメリカを 再び偉大な国にするために戻らなければなりません。というものです。次に、ムツキムイカに関する動画なんですが、こちらは、Justice for All というタイトルの動画ともう一つです。今回、カールソンさんがムツキムイカの動画を紹介したことで、虎親分が先導していないこと、バッファローと呼ばれていた男性は暴力行為などを行っておらず、 いわゆる暴動の前に議事堂内を警官に案内されていたことなどが白日のもとにさらされています。彼は今服役中なんですけれども、彼は果たして4年の禁錮刑を言い渡される罪を犯したのでしょうか。そして彼の他にも無実の人が多く服役しています。そして何より彼らに対する扱いは、 アメリカ史上未だかつてないほど残酷なものであると伝えられています。彼らは毎日夜9時になると国家を歌います。誰からともなく歌うようになって、刑務所内は毎晩9時になると国家が鳴り響くと以前聞いたことがあります。今回虎親分が紹介している動画は、その歌声が 使われているのではないのかなと思われます。そして、ムツキムイカの件で囚われの身になっている普通の男性たくさんいるんですけれども、その件に関する動画を以前ご紹介しましたので、そちらも概要欄に貼っておきたいと思いますので、ぜひご覧になられてみてください。このムツキムイカの2つの動画は、 あの、プロモーション動画みたいに見ているだけで全て伝わってきますので、ぜひご覧になられてください。貼っておきます。それではまた、ありがとうございました。